今回紹介するのは「君のいない世界」「ヒデと過ごした2486日間の奇跡」という本です。ヒデと共に全ての楽曲を制作してきた名優稲が初めてつづるヒデとの出会い音楽制作の日々突然の別れそして未来ヒデは偉大。当時。 追っかけまでやってました本当に衝撃的だったので今でも心が震えますカリスマとかそんな簡単なものじゃなくて存在が生きる意味っていうか伝説であって存在が希望だったあまりの衝撃でこんな一般人の自分でさえ記憶が曖昧です今回これをしっかり読んでやっとやっと と本当の真実を受け入れようと購入しました初めのページから震えてきましたでもこんなに大きな存在の秀をもっと知って明日につなげたい今よ式が頑張っているように受け入れてさらに秀の分まで息抜きたいと前向きに購入した次第ですもし 今からヒデを好きになって知る人も昔からのファンの人もヒデが楽しいことが好きなような生き方をヒデを知ってもっと頑張ってほしいと思います見たことない写真やエピソードが見れましたあっという間に読み終えてしまいました今までヒデさんの関連本はたくさん読んできましたが ヒデさんの楽曲制作を語る上で欠かせないイナさんにしか書けない内容に仕上がっていると率直に感じました記出の内容やライブ DVD を見ればわかる内容とかは書かれていなく身近で一緒に作品を作り上げていく臨場感がすごく伝わってヒデさんやイナさんと一緒にいる感覚でした笑い稲さん 小ギャルシカリヒデという偉大なアーティストを伝えて続けてくれてありがとうございます。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。